と芝居作画から秀吉と死という悲しみを乗り越え、未来へと歩み続けるネロの強い思いが込められています。春の高台寺で訪れたくなるような思いのこもったしだれ桜を心意気らしく表現します。京都に眠る儚くも美しい物語をお楽しみください。胸を張れ、強く歩め。高台寺としだれ桜に込められたこの思いをどうか皆様にお届けしたい。踊りこいつらを全力で演舞いたします。どうぞよろしくお願いします。今覚えて話しなく心意気として